最近こうやって背伸びするからかここがいつも筋肉痛なんだよね。はい、予告です。あ、 C パート、うわ C パート、ちょっと声が混乱する。あーやばい、いや強そう、やばい強い、やばい強すぎる、何それ。どういうこと、ちょっと、おまた、え、何これ、声、声で気づいた、近くにいるよ、うわぁ、何これ、やばい、わぁ、こんな再会になるの？光る、すごい輪っかが、もうダメだ、はあ、ちょ、あ、はあ、予告です、輪っか、あ、なに、どうした、はあ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 、ダブルフォーってことか、私はさ、いや怒んないでよ、なんかあの、いやなんか ルイスの裸も映って光邪魔だなって思ったけど、その後出たのもなんかおっぱいみたいだなって思ってしまう。最低すぎる、もう最低すぎる、マジでもう私なんでこんな中学生なんだろう、本当に最低すぎる、マジでほんと最低だな、ほんとに。ダブル O って全然思いつかなかった。ほんとにね、ほんとなんでこんな人間になっちゃったんだろう、ほんとに。ほんとダメだな、ほんとに。ほんと、なんか謎の光がーとか思ってたけど、ちょっと、もうダメだ、ちょっと、いや、さすがに再会で真っ裸でなんかまた開いてたら、そりゃちょっと、思春期だもん、だって。ちょっと、いやーもう、心は思春期だからさ、ちょっと、さすがにもっと違う再会かなって思ってたよ。なんだけど、さすがに謎の光で見えないってよくさ、あの、エッチなゲームとかであるじゃん。なんか、見せすぎちゃいけないゲームとかで謎の光で見えないんだよね。見えない。あの光みたいになってたから、すごい光ってんなーって思って、もう、ほんとすいません、ほんとに。すいません。ほんとすいません。すいませんでした。分かってる。分かってる。エロいことじゃん。分かってる。分かってる。だから口に出さなかったでしょ？見てる時は。見て、言わなかったでしょ？ちゃんと、こういうこと、よくね、裸になるってのよく分かってる。分かってる。ああいう状況も今まであったから分かってる。私だって分かってるよ。分かってる。分かってる。でもそれとこれと別なの。思ってても言わない。言わなかった。言わなかったけど、みんなが、この輪っか、あ、輪っかだって思って、ダブルオーだって言って、あ、そうなんだ。私は違う風に考えちゃったなって思って、ちょっとなんかさすがにこの、思ったことは言わなきゃいけないかなって思って、まあ私はこう思ったよっていう、やっぱちょっと同時性ですかね。やっぱ言わなきゃいけないから。うん。うん。だから、言った方がいや、言わなきゃよかったな。言わなきゃよかった。なんで言っちゃったんだろう。油断してたね。なんで言っちゃったんだろう。はい、じゃあ行きます。次、第12話、宇宙で空で待ってる。